ヒゲ式の後には姉妹というものを2曲ご覧いただきます。姉妹というのは能の演奏形式の中で最も、簡略化されたものです。能面や能装束といったものは用いず、また笛、小鼓、大鼓、太鼓などの楽器体も入らず、門服を着ている舞い手と歌い手のみで一曲の見どころとなる部分を、演奏、演じます。時間にしておよそ短いものですと2分ぐらい、長いものですと10分弱ぐらい、様々なものがあるんですけれども、まず一つ目の忠則という演目です。これは平忠則という人物が主人公です。忠則という人物も和歌をこよなく愛した人として知られており、戦場に赴くとき、弓を持っていきますね。刀以外にも弓を持っていくんですけれども、その弓には短冊をつけていたと、そういった逸話が残っているほど非常に和歌を愛した男でございます。で、この忠則という演目は、平忠則が敵方の岡部の六館という人物と戦って討ち死にする場面をご覧いただきます。能の終局部分でございますが、忠則は今風に言うと、もうすごい映えっていうんですかね、すごいかっこいいんですよね。若手能楽師からするとこう憧れみたいな曲なんですけれども、姉妹って大体こう舞い手が最初ちょこちょこっと歌ったら、あと地謡っていうバックコーラス隊が歌ってくれて、それに合わせて舞うという感じなんですけども、これは舞の途中でもう一回自分のセリフパートみたいなのが出てきてですね、そこがすごいかっこいいんですよね。で、私の1歳年下の辰巳一馬くんっていう子がこの忠則の姉妹をやるんですけれども、非常に忠則の舞自体がかっこいいだけではなくて、顔立ちも端正な顔立ちですので、ぜひ楽しみにしてください。いや、忠則は本当に面白いですよ、見てて。で、その後に2つ目の姉妹で玉の段っていうのをいたします。これは私やらせていただくんですけれども、玉の段、段ってつくのはですね、段物って言い方がありまして、姉妹の中でも特に大事にされてる、特に難しい数曲をこう特別に段というふうに分けて呼んでるんですね。能の原曲は天という曲になります。天の前半部分を、姉妹として抜き出しております。自分の命を捨ててですね、竜宮、海にある竜宮から宝の玉を、宝珠を奪い返した天の姿を、これもやはり仕方話の形式ですね、ある種忠則と似ている部分ですけれども、で、見せていくという部分でございます。能というのは先ほども申し上げた通り、その表現することを、過度に表現することを非常に嫌いますから、わずかな動きしかしないことがほとんどなんですけれども、こういう段物とか呼ばれるものは割と能の中でも写実的な方が多くてですね、例えばこう父の舌をかき切って、この母はですね、逃げるとき、竜宮から逃げるときに父の舌をかき切って玉を体に押し込めるんですけれども、そういうところとか結構リアルな方が続いていまして、歌いも緊迫感がありますけれども、その歌いと型が非常によく合わさっているというところで、見栄えがする演目かなというふうに思います。で、その後、初日の最後には能の詐欺でございます。この詐欺という演目はですね、上演機会はかなり少ないと思います。具体的にはこの詐欺という曲はですね、本来子供が能を舞うために作られたものでございまして、
通常私たち、まあ、能役者能楽師は舞台上で今の自分から、まあ、ある時は異形のもの人ならざるものを演じたりとか、まあ、女であったりとか、まあ、さまざまな、人物になるわけですが、およそほとんどの場合能面をつけることになります。仮面をつけるわけですね。ところがこの能の詐欺というものは主人公して主役は詐欺という鳥そのものなんですけれども、能面をつけないんですね。全然人間じゃないのにもう素顔をバンバン見せてやるんですけれども、これは能の考え方からすると異端異例でございます。で、まあ、能面をつける前の子供にこのやらせるために作られたっていうのが、まあ、主たる理由ですが、まあ、大人が演じる場合もございます。しかしその大人は、まあ、還暦以上というふうに言われております。しかもこれ昔の還暦ですから、今でいうともうちょっと年齢多分上がってる感覚ですかね。まあ、数々の能を演じてきて、まあ、その芸というものが何て言うんでしょう、こう盛りを過ぎたくらいというんでしょうかね、老いたる美学とでも言うのでしょうか。そういった年を重ねてきた能楽師能役者が演じることが許される曲、まあ、極めて特別な曲ですし、まあ、限定的、年齢的には限定的ですし、まあ、非常に修験性が高い、お祝いとしておめでたい曲でございますので、30年 の、 節目で演じるにはとてもふさわしい曲になっております。で、その脇たちが出てきた最初の歌いをまず歌ってみたいと思います。ひいさかたの月の都の明らけき